河村市長は27日投開票の衆議院選挙に出馬することを受け、おととい14日付の辞職届を市議会の議長に提出しました。辞職届の取り扱いについては今日の市議会本会議で審議されましたが、決算の審議が行われる中での辞職は無責任などとして賛成少数で同意されませんでした。14日付の辞職届が同意されなかったため、河村市長は15日の公示日に立候補を届け出たことによる自動失職となる見込みです。まあ、残念だけども、まあ、当たり前だわなと。何をやっても叩かれるだろう。明日から3連休で市役所は閉庁となるため、河村市長は今日が最後の登庁日となります。